どうもこんにちは、本田です。それでは図形の性質のまとめ動画を始めていきます。では第1問、角の二等分線の定理ってなんだっけ。3、2、1。内角の二等分線の定理はここ対ここがここ対ここになるんだったよね。外角の二等分線の定理はここ対ここがここ対ここになるんだったよね。いいかな。じゃあ次いくよ。では三角形の外心ってなんだっけ。3、2、1。外心は辺の垂直二等分線の交点にあるんだよね。ちなみにこの点は三角形の外接円の中心なんだよね。では内心ってなんだっけ。3、2、1。内心は角の二等分線の交点にあるんだよね。ちなみにこの点は三角形の内接円の中心なんだよね。では重心ってなんだっけ。3、2、1。重心は中線の交点にあるんだよね。ちなみにこの点は中線を2対1に内分するんだよね。では水深ってなんだっけ。3、2、1。水深は各頂点から下ろした水線の交点だったよね。では棒心ってなんだっけ。3、2、1。棒心は外角の二等分線の交点だったよね。ちなみにこの点は一辺と他の二辺の延長線と接する円の中心になったよね。この円のことを棒接円といった。いいかよ。じゃあ次いくよ。では中線定理ってなんだっけ。3、2、1。中線定理は AB の2乗足す AC の2乗イコール2倍の中線の2乗足す片割れの2乗だったよね。いいかな。じゃあ次いくよ。次はこの三角形とこの三角形の面積比、この三角形とこの三角形の面積比、三角形 ABC と三角形 ADE の面積比はどうなりますか。これはどうやって考えればいいんだっけ。3、2、1。まずこの三角形は高さが同じ三角形だから底辺の比がそのまま面積比になったよね。次この三角形は底辺が同じだからここの比がそのまま面積比になったよね。そしたら最後この三角形は三角形 ABC が 3×9 に対して三角形 ADE は 2×4、 こうなったよね。いいかな。じゃあ次いくよ。ではチェバの定理ってなんだっけ。3、2、1。チェバの定理は三角形の内部の点と各頂点とを結んだ直線を引いたこの形か、もしくは三角形の外部の点と各頂点とを結んだ直線を引いたこの形の時にこの等式が成り立つというものだったよね。ちなみにチェバの定理の逆っていうのはこの等式が成り立つ時はこの形になるよ。つまり AQBRCP が一点で交わることが言えるというものだったよね。ではメネラウスの定理ってなんだっけ。3、2、1。メネラウスの定理はこの狐みたいな形の時にこの等式が成り立つというものだった。ちなみにメネラウスの定理の逆っていうのは
この等式が成り立ったらこの形になるよね。つまり PQR が一直線上に存在することが言えるよね、というものだったよね。いいかな。じゃあ次行くよ。では三角形の成立条件ってなんだっけ。3、2、1。三角形の成立条件は、一辺が残りの2つの辺を足し算したやつよりも大きくなったらダメだよ、という意味の不等式だったよね。では三角形の辺と角の間にはどういう大小関係があったっけ。3、2、1。三角形の辺と角の間には角度が大きいほど向かい側の辺は大きくなる、辺が大きいほど向かい側の角度は大きくなる、そういう関係があったよね。いいかな。じゃあ次行くよ。では円に内接する四角形にはどういう性質があったっけ。3、2、1。円に内接する四角形には向かい側の角度を足したら180度になる性質、あるいは四角形の内角が向かい側の角の外角と等しくなる、という性質が成り立ったよね。逆にこの性質が成り立つ四角形については円に内接することが言えた。特にこんな風に90度が2個出てきた場合は円に内接する四角形が見つかるかもしれないから注意が必要だったよね。この場合はここに円に内接する四角形がある。他にもここが90度だったらこの四角形が円に内接するよね。いいかな。じゃあ次行くよ。では円の外部の点から引いた2本の接線の長さはどういう関係があったっけ。3、2、1。円の外部の点から引いた2本の接線の長さは等しくなるという性質があったよね。いいかな。じゃあ次行くよ。では接弦定理ってなんだっけ。3、2、1。接弦定理は接線と弦でできたこの角度と弦が作っている円周角の大きさが等しくなるという定理だったよね。いいかな。じゃあ次行くよ。では方壁の定理ってなんだっけ。3、2、1。方壁の定理は円の外部もしくは内部に点 P を取った時に P を通る2つの直線と円との交点を考えれば P からの距離かける P からの距離イコール P からの距離かける P からの距離っていうのが成り立つものだったよね。ちなみに方壁の定理の逆は1番2番のタイプで方壁の定理が成り立ったらこの4つの点は同一円周上に存在することが言えたよね。3つ目のタイプの方壁の定理が成り立ったら PC はこの円の接線であることが示せたよね。いいかな。じゃあ次行くよ。では2つの円が外接していてさらに共通接線の上に X という点がある。 X から2つの円の内部に向かって2本の直線を引いた時円と直線との交点をそれぞれ ABCD とする。この時 ABCD が同一円周上にあることを示してください。これはどうやって考えればいいんだっけ。3、2、1。これは左側の円と2本の直線との方壁の定理の式と右側の円と2本の直線との方壁の定理の式を照らし合わせればこの2本の直線と4つの点に対する方壁の定理の等式が完成するから方壁の定理の逆より4つの点は同一円周上にあることが示せる、こういう問題だったよね。いいかな。じゃあ次行くよ。では半径5の円と半径2の円が外接している、さらに共通接線があるとき、それぞれの円と共通接線との接点を PQ
9とした時 PQ の長さはどうなりますか。これはどうやって考えればいいんだっけ。3、2、1。これは共通接線と半径が垂直に交わることと中心線を利用してここに直角三角形を作ることで三平方の定理よりここの長さが求まる、つまり PQ の長さが求まる、こういう問題だったよね。では2つの円が外接していてさらに共通接線があるとき、2つの円の外接している点を X、 それぞれの円と接線との接点をそれぞれ YZ としたとき、角 YXZ、 ここの角度が90度になることを示してください。これはどうやって考えるんだっけ。3、2、1。これは円が外接している点で共通接線を引いてみるんだよね。そうすると円の外部の点から引いた2本の接線の長さはそれぞれ等しくなるから OX、OY、OZ は全部長さが等しくなる。ということで YZ を直径とした XYZ を通る円を描くことができる。だから三角形 XYZ は直径を一辺とする円に内接する三角形になる。だから角 YXZ は90度になる。こういうふうに2つの円が外接している問題は共通接線を引いてみるのも一つのポイントだったよね。いいかな。じゃあ次行くよ。では最後の質問、オイラーの多面体定理ってなんだっけ。3、2、1。オイラーの多面体定理は線は長面に引けで覚えるんだったよね。つまり辺の本数は頂点の個数足す面の枚数引く2だよ。こうだったよね。どうかな、質問に答えることができたかな。図形問題においてこのまとめ動画の内容は何がいつ出てもおかしくない超重要事項ばかりだから漏れなく記憶するようにしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。